感染のサイクルライム病は、ノネズミや鹿、野鳥などを保健動物とし、マダニカマダニ属、イクソデスリクイナス群のマダニに媒介される、スピロヘータの一種、ボレリア・ボーレリアの感染によって引き起こされる、人獣共通感染症の一つ。感染症法における四類感染症である。野生動物では感染しても発症しないが、人、犬、馬、牛では臨床症状を示す。 名前の由来は、アメリカコネチカット州のライム及びオールドライムで1975年に最初に確認されたことにちなむ。世界の流行地域北、たアメリカやヨーロッパ、日本などで夏から初秋にかけ、樹木の多い地域に発生することが多い。日本では、北海道や長野県、標高800メートル以上の山岳地域などで発生が見られる。アメリカ合衆国では、 北東部、特に、ニューヨーク州周辺で、発症例が多く、全米の発症例のうち5分の1がニューヨークで、発生しているため、ニューヨークのフード病とすら言われる。媒介するイクソデスリクイナス群のマダニライム病、ボレリアを媒介するイクソデスリクイナス群のマダニは、北半球の温帯からん帯に広く分布している。ユーラシア大陸では、アイリクイナスとシュルツマダニアイパーソルカタスが、 北アメリカ大陸では、アイスカピュラリスとアイパシフィカスが、ボーレリア・バーグドル・ファリーを、消化管に補給しており、媒介者として機能している。具体的には、病原体を保有するノネズミや鳥から吸血し、病原性を有したマダニにより媒介する。日本では、シュルテマダニが媒介者となっているほか、ヤマトマダニから、ビー・ジャポニカが高確率で検出されているが、この種は、 病原性がないか極めて微弱であると考えられている。シュルゼマダニは北方系で、日本では中部地方以北で密度が高く、北海道では平地の草むらでも普通に見られる。病原体のボレリア本病の病原体であるボレリアは全長約10マイクロメートル、直径0.2から0.3マイクロメートルの螺旋状のスピロヘータ。 遺伝学的正常により現在までに10種に分類される。本病を引き起こすものは、抗議のボレリアブルグドルフェリボーレリアバーグドルファリーであるが、本種はカキのように分けられており、などの数種類が確認されている。日本では、シュルツェマダニからボレリアガリニと、ボレリアアフゼリが検出されている。特徴的な有層性後半病原体を培養するのは非常に難しいため、 血液中の細菌に対する抗体化を図る方法が一般的である。患者からの二次感染の可能性はない。ライム病の初期には抗体化が陰性のことが多く、感染していない人に陽性反応が出ることもあるので、典型的な症状の有無、発生地域に住んでいるか、あるいは発生地域を訪ねたことがあるかなどを考慮する。 ライム病治療後症候群として知られる原因不明のライム関連疾患は感染前は自殺しそうではなかった個人において自殺傾向及び殺人傾向に関連していた。また、激怒や侵入思考など多様な症候群の発症により高水準で関連していた。米国ではラットによる自殺起水が年間1200件起きている可能性があると 間接的に推定された。結論として、ラットと自殺リスクの間に因果関係が認められた。ありがとうございます。